どうも、さとみです。皆さん、マジでありがとう。チャンネル登録者100万人行きました。いやもうね、本当に嬉しくて、 YouTube のチャンネルを作った時からいつか100万人行きてーなーって思って、そもそも作ったから、もうその瞬間を迎えられたことがもう本当に嬉しくて、めちゃめちゃテンション高い。いやだってさ、10万人行ったのがね、2年半ぐらい前なんだけど、その時から、桁がね、1、10、100、1000、万、10万、6桁なわけじゃん、10万人台って。2年半ぐらい、ずっと6桁の数字を見続けてきたから、今ね、7桁なんですよ。いや、すごい。マジで見た目がね、変わって感動してる、本当に。みんなからするとあんまり変わんないかもしれないけど、もうずっとマジ6桁見続けたから、もうすごい。興奮してる、7桁に。ここまでね、本当に楽しく活動してこれたのは、いつも動画見てくれて、コメントとかね、ツイッターとかで、感想とかくれて、それがさらに俺の励みになって、いろんな新しい挑戦だったり動画とかを作れてるおかげだと思うんで、本当にありがとうございます。でね、100万人行ったのが、この動画を投稿してる前日、2月の12日で、2月の12日って、俺の猫ちゃんの誕生日なんだよ。ダブルめでたくて、猫ちゃんと一緒に写真撮っちゃったもん。家帰ってすぐにね、服も脱いでないんだけど、そのまま猫ちゃん抱いて撮っちゃったら嬉しくて。マジ、久しぶりに自分にカメラ向けたからさ、もうどこ見ていいかわかんなくても変なとこ向いてんだよね。全然向いてるとこわかんなかった。それはいいんだけど、ダブルでめでたい日が続いたっていうことでね、このチャンネル100万人行ったっていう日は本当に一生忘れないんじゃないかなって思います。で、10万人行った時の動画をちょっと見返してて、すっごい音質悪くて、2年半前に投稿した動画なのに、再生数8万で、2年半どうしたっていう、2年半この動画何があったみたいな。どれだけ放置されてたんだっていう動画なんだけど、なんかこう懐かしくて、ふと見てみたら、もうね、すごいエモいんだよ。ちょっと見る、みんな。あと一人、登録してくれ。ほら、これね、チャンネル登録してくれ。いや、音質、あ、悪くね。10万人だ。配信環境激悪だったね、この時多分ね。ありがとうございます。いやー、嬉しいなー、本当に。今と比べて全然音質違うもん。なんでこんなこもってるんだ、この時。でも音質もさ、やっぱどうせ時間使って見てくれるんだったら、いい音とか、それこそいい画質で見てほしいから、そういうところはいろいろ自分で全部調べてこだわって、今の環境になりました。成長だよね、これもね。なんか喜びというか感動してるな、10万人は。じんわり来てるわ。でも確かにそうだよね。俺も100万人突破した瞬間見た時は本当にじんわりした。もうあったかくなった目頭が。ついに来たかってなって。こんなにたくさんの人が、なんか自分の動画を少しでも楽しみにしててくれたり、自分に興味持ってくれて自分の言葉を受け取ってくれるっていうのが、もう本当に俺にとって特別なことで、この100万人までの道のりで色々あったけど、もう今の活動ができてもう本当に良かったし嬉しい。マジでいつもありがとう。感謝を伝えるときこの言葉しか言えないのがちょっと歯がゆいけど、本当にありがとう。10万人いけたので、100万人も目指したいなと思ってて、いつになるのかもわからないし、それこそもう途方もない数字なんで、達成できるかもわからないんですけども、またこうやってね、みんなと、その時にね、100万人いたときに、今度はこの動画を見ながらちょっと生放送とかに話したいね。この動画見てるぞ、100万人の時に。見てるぞ、ちゃんとこれ。いや、ほんとね。俺のこといつ知ってくれたのってなった時に、すごい昔から知ってくれてる人もいれば、最近知ってくれる人もいたけど、やっぱ今から目指す1000万人っていうところで、過去の振り返った時には、みんなとまた話せる内容も思い出も増えてて、その時にまたこういうことあったねって言って、今度は、この動画を見ましょう。そんな日が来れるように。これからもずっと頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。よーし、次は1000万人目指すぞ、みんな。どうもない数字だな。マジで。でも1000万人だったらまた桁1個変わるでしょ。ちょっと楽しみだね。頑張るわ。というわけで、本当にいつもありがとうございます。次からの動画はいつも通りの動画になるんですけど、楽しみにしててください。みんなは俺の誇りです。それじゃあまた、1000万人で。またねー。